俺知らなかったら右上攻略お問い合わせとか書いてる。攻略なんかあのダメだよ、そんなの。そんな難しいのかな。さて、あ、そうだ、なんかサブクエストでなんか海賊団のとこに友達探しに行けみたいなこと言われてたね。あの船放置してっけど、あんな小舟のさ、チャチな小舟のためにどんだけ苦労させられたんだって話だよな。なんだこれ。うん、あんま強くないね。所詮プチだが早い。さあ、でこれでこの大魔法使い様のね、一撃必殺どうしようかな。さあ、どこに行く。こういうのは一気に中間地点までぶっ飛ばすっていうのがね、これが大事なのよ。途中のさ、こんな 水路なんかちょっとだりーじゃん。もうその時点で水路より手前か水路より後かっていう。ん、来たな。パイレーツはちょっと後ろのあの牛さんにあれして、で多分ねこれアイスでいけるんじゃないかな。こいつらもレベルも上がったしね、いけると思ったわ。でビッグモーも、こいつどうしようかな。破壊力あるけど絶対一撃じゃ死なないからまだいいや。お、まだいけるね。まあこれでいいっしょ。お、毒いったね。切る。またシンプルなね。50しか食らわないんだったら全然 OK だよ。でレベルアップ。さあ、どこにいるお友達は。そこが問題である。あ、ここ行き止まりだったな。ここに隠れていじめられてんじゃねえか。そんなことなかったわ。こういうね、こういうところって陰湿ないじめが行われやすいというね、俺の分析は正しくなかったらしい。さあ、もうこれブリザードじゃねえ、ファイ、あ、間違えた、ファイヤーしちゃった。まあいいや、どうせこれでボコれるだろう。結構奥の方なのかな、それともいじめが行われてるのは。ああ、こういう、あ、さっき食堂とかそういえばあったな。途中で食堂でいじめられてるかもしんねえな。ほんとこいつマリオ RPG で出てきそうだよな。早いなプチは。ここはアイスで全体攻撃しつつ、ああまあいいや、なるべく回復もさせてあげたかったけどな。まあまだ全然ライフに余裕もあるし、それをやるほどでもないのかもしれんけど、うん、ないな。まあ一番奥なのかな、それとも。これでどうしよう、めちゃめちゃ奥まで来たのにめっちゃ手前だったみたいな、実は手前でしたみたいな、そんなむごい結果はやめてほしいね。でこれでスキルで、まあアイス、ん、死んでないな。パイレーツ、こいつ邪魔だから消しとこう。切る。なんかこの大魔法使い様ばっかり狙ってくるね貴様。何、好きなの。早い。まあファイヤーでいいや。ドン。もう一体になればね、凝縮されますからね。あ、奥のパイレーツにしとけばよかったな。手前は食らうからちゃんと。まあいいや、よし、オッケーオッケー。でこう牢屋の中、くそ、ん、なんか食堂のとこに今何かが見えたような。ちょ、スティンガーしろ。ふん、よし、毒が入ったな。でここでアイスボンで、ライフいただいとけ。でどうだ、これで17食らって毒のダメージで凶暴化。なんだこれは、凶暴化した。あ、これはキングモーモーみたいな。なるほどね、あらかじめもう暴れ散らしてるのがあいつってことか。全然違ったわ。じゃあどこにいるんだ。多分俺の予想では、じゃあもう一番奥だな。また奥まで俺をやらそうとしていると見た。味方全員の MP 回復な、そんな時間はねえ。よし、エーテルってなんか有機化学みたいだな。こういうワードを見ると久しぶりに理科がやりたくなってくる。ん、前衛がモーモーか。まあ都合がいい。よりダメージの与えられるポジションにわざわざね、貴様がムザムザ来てくれるっていうのはこちらとしてはね、本当にありがたいよ。ほう、仲間を呼びましたか。それならば仕方ない。あー、でもこれ MP もったいねえな。こいつうざいから消しとくか。で、これはスティンガーでいいや。
毒が入ればありがたかったけど。でどうしようかな、アイスじゃなくてちょっとあれドレインしとくかな、 HP ドレインしよう。さあ死ね。あ、全体攻撃だったわ。いっぱい体力いただいちまったよ。もはやこの大魔法使い様が最強であることに疑いはなくなってきたな。ブサイクという名前をつけたことを今こそ謝りたい。こんなに強いと思わなかった。それにしても主人公はいつになったらその劣等職種から進化してくれるんだい。早く強戦士になろうじゃないか。足りまへん、マナが足りまへん。うん、余計なものにマナを使いすぎたか。仕方ないな、こればかりは。